にちは。宮城の力の村上京子です。今回のテーマは絶対おすすめの品、仙台駅エスパル1階編。今回は仙台駅エスパル1階で行き、おすすめの商品を厳選しました。欲しい商品がたくさんあってすごく悩みましたが、今回は地域ならではというところをポイントとしてビジュアルなども考慮して選んできました。それでは早速商品をご紹介したいと思います。こちらはコーヒー工房石川さんのトリップコーヒーとオリジナルクッキーです。この地元にちなんだ名前のついたコーヒーは1袋でも購入することができます。試飲をしてから購入することができて、コーヒーに合うクッキーの味も店員さんが丁寧に教えてくれました。宮城県の素材をふんだんに使ったずんだジャムとトマトディップソースは、畑のスイーツパレットさんの地元への愛と素材へのこだわりがたくさん詰まっています。なんと長なす漬けがスタイリッシュなカップに入っています。これならどこでも気軽におやつ感覚で食べることができて、旅のお供として最適な岡田の仙台長なす漬けです。仙台名物の一つとして人気が高いかまぼこですが、松沢かまぼこ店さんのかまぼこは季節限定のかまぼこやオリジナリティあふれるかまぼこが揃っています。味はもちろん外見も可愛い仙台名物です。それでは実際味の方をお伝えいたしましょう。まやさん、はい、こちらに準備させていただきました。はい、はい、今回コーヒー工房石川さんからは伊達のコーヒーの方を準備させていただきました。それでは早速いただきます。はい、あ、香りが回ってきました。あ、最初の一口というか口に入れた時すごく飲みやすさを感じましたね。適度な苦味があるんですけれども、後味結構すっきりしてて飲みやすいなって感じました。そうですね、すごく飲みやすくなってます。はい、こちらのコーヒーに合わせて作られたオリジナルクッキーを食べたいと思います。はい、いただきます。すごい層になっててミルフィーユみたいな変わった形をしてます。いただきます。うん、口に入れた時ほろろってサクサクほろほろで、すごく美味しいです。コーヒーにやっぱり合いますね。そうですね、やっぱりバッチリの相性のクッキーです。パレットさんのずんだジャムには今回クロワッサンを一緒にご用意しました。まずはこのままいただきます。はい、いかがですか。滑らかな食感ですね。程よい甘さがあって美味しいです。じゃあ次はクロワッサンにつけて、はい、いこちらにつけていきたいと思います。はい、感覚でずんだとクロワッサンってちょっと意外な組み合わせなんですけれども、ずんだになんか練乳が入ってるみたいですごいクリーミーでなんかパンとよく合いますね。そうですね、そこがメルキッソというか出てて、クロワッサンだけじゃなくてもいろんなパンで試してみたいですね。はい、はい、それでは次は岡田の仙台長なす漬けはそのままカップのままでじゃあ召し上がっていただきます。すごく食べやすいです、うん、あの塩加減がとてもちょうどよくて、うんうん、いくらでも食べれるなって感じしますね。おやつ感覚で食べれますね。これはどんどん、これやっぱ餅歩きができるカップに入ってるので、うんうん、いいと思います。美味しいですね、うん、さっぱりしててこれからの季節にも、あ、そうですね、ぴったりだと思います。はい、それでは最後に松沢かまぼこ店さんの手まり風蒸しかまぼこ
こちらの方はバジルチーズ味をおつまみ風にアレンジしてみたので、ぜひ召し上がってみてください。はい、バジルチーズ味いただきます。はい、イタリアンな感じがするんですけども、かまぼこ、かまぼこって和な感じのイメージがあるんですけど、バジルとチーズが入ってることによってトマトとかにもすごい相性が良くて、おしゃれな感じで、これワインとか、 なんかお酒とかにも全然そうです、ね、合いますね。これはどうでしたか、今全部食べてみて。はい、全ての商品それぞれやっぱり こだわりを感じたと言いますか、はい、とても見た目もちょっと一風変わった商品ばかりなので、ちょっと話題作りとかにもとてもぴったりだと思います。はい、なんとですね、今回の商品総額税込みで2,879円と、とてもこのこれだけのバリエーションとボリュームで本当に満足の内容となっております。そして各店舗の店員さんもとても皆さん親切にしてくださって、はい、一つ一つの商品を丁寧に説明してくださいました。お土産としてだけではなくて、プレゼント用とか自分用にも購入するのがすごいいいと思います ね、 そうですね、はい、さて仙台駅にはたくさんのグルメや珍しい商品がありますので、学校やお仕事帰りまたは休日などに仙台駅に遊びに行ってみてはいかがでしょうか。次回はあなたのお店に潜入するかもしれません。はい、それではまた。